はい、レオンチャンネルです。2024年4月になりましたのでレビュー予定カレンダーいきましょう。まず今週の土曜日にブンブンカーめっちゃ出るね。最新話でブンブラックが加入して、というか新キャラの細部調べもどうやら司令官枠でブンブンジャーの基地に常駐するっぽいですよね。なんか今週のラストの感じだと今後変身しそうな雰囲気もあったけど、実は設立されてた異星人対策組織みたいなやつの調査官なんだけど、融通が効かなさそうなビジュアルに見えてめっちゃ融通効くみたいな。なので最新話関連のブンブンパトカー1、そしてブンブンパトカー2も来て、これが2つ合体することでブンブンジャーロボポリスに合体可能と。二丁拳銃だったりとか、あとはバトル終了後にこの拳銃を足に刺してましたけど、それとかはできるのかな。前レビュー動画を上げた時にこれ1個1500円高くないみたいなコメント多かったけど、いや別にいつも通りじゃね。変形するし塗装されてるし、これまでもこういうものってだいたい1000円ちょいぐらいの価格帯なので、まあいつも通りだと思うけどね。でパトカーの方が頭部に変形すると。でもあれだってね、ブンブンジャーについてくるサポートメーカー、あれが合体に関係してくるみたいなことが書いてあった気がする。でブンブンポリスセットっていう2個1セットのものも発売するし、もう一つのフォームチェンジのブンブンビルダーセット、ちょっと2号ロボっぽいビジュアルもありながら、ブンブンドーザーとショベルがそれぞれ合体してアタックモードになりつつロボ合体もすると。これも価格変わりませんし、1個ずつ買うことができますので、ポリスの2を買って二丁拳銃持たせつつ、こっちのショベル買って頭部だけビルダーの方にすることもできますよね。これはアタックモードでハンマーに変形するんだ、なるほど。あとはブラックとオレンジのチェンジアックスも劇中で登場したけど、あれまだ情報解禁来てないのかな。13日の土曜日にはたまごっちが大量にありつつ、ウルトラヒーローの、まあ、この辺再販か、ギンガストリウム、ウルティメイトゼロ、特になくってそれ以外は、20日土曜日に、あ、来てるじゃん、ブンブンチェンジアックス。じゃあ今日情報解禁だ。要はブンブンハンドルとブンブンチェンジャーが一緒になってるものなんだよね。で、あーなるほどね、ブンブンかやっぱ認識するんだ。ちょっとこれは後で細かく確認しましょう。ブンブンレーシング、これと発売済みのクラシックを組み合わせることでブンブンナイトだったっけに、これだ、ブンブンナイトセットを、まあ、僕みたいにクラシックだけ持ってる人はブンブンレーシングだけ買い足してもらえば新たなフォームチェンジを楽しめますし、あ、これこれ、なんかこのサポートロボが合体に関連してくるらしいね。で、おそらくこの週までに残り2フォームも出て、標準のブンブンジャーロボプラス3フォームで合計4フォームに変身できる爆上げ4大ロボセットっていうのも発売するらしいです。これはまあ、ゴールデンウィーク商戦ですね。あ、ちなみにこういう特撮作品のゴールデンウィーク商戦を真似して、レオンチャンネルゴールデンウィーク商戦で新色ソフビと、新しい48シールと、あとコラボソフビがね、出ますんでよろしくお願いします。ちょっとなんか自分でもさ、あ、ちょっとゴールデンウィーク商戦やりてえみたいな感じで、それを相談したらね、いろんな人が協力してくれて、いやー、嬉しいな。自分も IP 化してるみたいなね。またそれは情報を出しますけど、で、ブンブンチェンジアックスのコンプセットなんていうのも発売するようです。そして27の土曜日、ここもゴールデンウィーク商戦ですが、来たー、かぐや様、レジェンド、デラックスレジェンド仮面ライザーね、レジェンダリーレジェンドに変身するための武器&変身ベルトの脱着パーツで、かぐや様がガッチャード時空に来るのか、またホータローがかぐや時空に行くのか分かりませんけど、とりあえず本編での絡みがあるようです。多分ね、本編またスピンオフってことないもんね。多分本編でがっつり絡んでくるんじゃないかな。まあ、僕の予想は2、3週間ぐらいはかぐや様関連の話があるんじゃないかなと思っております。てかさ、ゴールデンウィーク商戦ライダーアイテムって出ないことも多いんだけど、要は結構作品によっては3月の中間フォーム出てもう6月までなしってことが多いので、今年おもちゃラインナップ充実しててすごいいいな。でこれプラスマジエドのアルキメスユニットも届くから、アルキメスドライバーでも遊べるしね。もう何回も言うけど、ガッチャードおもちゃこんなにハマると思ってなかったそのカード2枚入れてガチャンコってみたいな思ったけど、いやー、上の赤外線操縦心でさ、ベルトがガンガン音変わってくのがマジ神玩具だよな。ビジュアルも変わるし、あとユニトロボーン20日になんかあるわ。
あー、そうか、なんか新作発表されてたね。そう、勇者の剣みたいなやつとメロンが合体して二足ロボだ。で、パーツ、あ、じゃあれだ、四体合体か、ありえない合体でタカみたいな風なものと、こっちか、おにぎりとパトカーが合体して二足歩行ロボになるんだ。それが、あー、なるほどね。これついにてんこ盛り合体とかやり始めた。面白いな。ユニットロボも発売すると割とおもちゃコーナーから消えますから、人気ではね、要所要所でクリスマスとかお正月とかゴールデンウィークとかきっちりイベントに合わせて発売するのがやらしいな、人気だし。新カードパックはないのかな、ライドキミトレか。来月5月とかかなに出て、6月最終フォームアイテムとかかな。デラックスはそんなところで、食玩行きましょう。あ、カレンダーページがなんかおしゃれになっとる。まず1日がソードクロニクル仮面ライダードライブに、あ、全部変わってるね、このクリック先のビジュアルとかも。これが今日発売で、これは昨日情報を確認しましたね。で、8日月曜日は特に僕らに関係するものはないかな。15の月曜日にソフビヒーローを、ソフビヒーロー今いくらだったっけ、290円か。これが何人分、もう全員分、あ、5人分全部ラインナップされてますね。なのでゴールデンウィーク前までにおそらく分オレンジ加入しつつ、そっから追加選手の加入がどうなっていくかってとこっすね。てか、ニフォルメーションって前さ、仮面ライダーのやつをレビューしましたけど、人気シリーズとは聞いてたけど、気にすると毎週のように出てんだね。ニフォルメーション銀玉、ニフォルメーションジョジョとか。22の月曜日に来た、コンバージモーション5。今回はオーズ関連ですよね。オーズ関連がいろいろラインナップされつつ、ブレイド、あと、キバが、あ、1種類か。シークレットはあるね。シークレット誰かな、この中だったらエタニティってことはないよね。急に新規造形のジョーカーとが入ってたりとか、ダキバが入ってたりとか。シークレット、これ予想つかないな。29にみんなお待ちかねのフルアクションミニプラバージョンと、これがフルセットでも2600円で買えますから、お買い得。しかもシールパネルがついてると。まずは3体1セットのやつですね。それぞれ個別で買うこともできますので、別でオフロードとかワゴンを購入して、ジャンジャか足とか手とかに複数つけることも OK と。ウェハースとか出るんだ。フリーレン面白かったっすね。最終回まで全部見ましたけど、でも斎藤監督、まあ、同じあの監督でボザロがあるんだけど、ボザロの2期来てくれ。映画の前後編が終わったあとぐらいにあれかな、発表来るかな。ボザロロスがずっとさ、もう1年以上続いてるから、僕断るごとに下北沢行ってるからね。下北なんて本当全然行ってなかったのに、いや、ボザロになってからちょいちょい行くようになったな。意味もなくカレー食べに行ったり。あ、ニフォルメーション有役所、へえ、本当にニフォルメーションいっぱい出るんだな。食玩こんなところか。じゃあガシャポン行きましょう。まず1周目は何かあるかな。アイテムは多いんだけどね、特撮系全然ないんだよね。2周目はブンブンジャーのギアコレクションとか出ないの？あー、出る来ましたね。300円でギアコレクション的なガシャポンなりきりブンブンジャー。チェンジャーとトレーラー、チェンジャーとオフロード、チェンジャーとワゴン、ハンドル、あ、チェンジアックスももうラインナップされてる。これが2周目に出るって、だからデラックスより先にチェンジアックスで楽しめるじゃん。他には特になくって、じゃあ3周目は何これ。あー、ガシャポンマシンの新しいやつ、公式の。もう3種類目だか4種類目だかなんだよね、まあ、今回も予約しとこう。 Amazon とかでいつも買ってるから。それ以外にはアルティメットルミナスウルトラマンがザラブ星人とか、まあ、この辺も再販なのかな、新規なのかな。マン兄さんとかもね、何回も出てるからちょっと分かんなくなってきてるけど、とはいえいつもガシャマシン空になってるからすごいよな。他にはやっぱガッチャード系とかもないな。ガッチャード、あのカード出す、でかいカード出すみたいなやつあるじゃん、今クリアファイルとか出てくる
ああいうのでなんかカードとか出してくれたら面白いんだけどな。あーないね、特にない。4週目とかも、あーそうだよね、ガシャポンブンブンジャー出るんだよね。これでもまだ未定なんだ、発売日が4月のどこか。まあでも後半だ、今の時点で未定だったら、まあ月末周辺かな。ガシャポンブンブンジャー01400円で、ほらだいぶさっぱりしてるでしょ。1500円のさデラックス版に比べたらかなり簡素だよな。で今回レジェンド枠あるんだけど、これは前からテレビくんの方で公開されてましたけど、全部バスなんだよね。このバスのこの部分のシールが違ってレジェンド系が出てくると。あほら特急ジャーとかゴーオンジャーはテレビくんの付録で出るんじゃなかったかな。でもブンブントレーラーの普通のホワイトのやつがラインナップされてる。分割線はこれは組み立ての分割線ってことだと思いますけど、なのでブンブンチェンジャーに連動させて終わりみたいなアイテムな気がする。ちょっと集め買いとしてはそんなにないかな。デラックスの方はね変形するから集め買いありますよね。とりあえずこれが4月に発売するようです。魂ウェブも見ましょう。一般店頭発売はフィギュアーズゼロで、ワンピース関連、うん、あとはブルマーは再販だね。あとは魔族服のご飯だったりとか、ブチで切れるシーンを表現できる表情があると。シャイか、シャイもされてるな。これバンナム関連のアニメだったっけ。で4月26日にはジムスナイパー2のバージョンアニメだったりとか、あやっと出るんだマーク2のティターンズカラー、買うわ。要はこの辺からグリプス戦役のアニメシリーズが始まるってことですよね。メッサーラとか出たら熱いな。可変機どこまで出してくれるのか。まあでもバージョンアニメ大体出してくれるから、アッシマーとかギャプランとかその辺もちゃっちゃと言ってほしいな。って感じで新作おもちゃ情報来ておりますので、各ページリンクは貼っておきますから、そちらからご確認ください。以上レオンチャンネルの2024年4月のレビュー予定カレンダーでした。